んか大嫌いだぜ。チャック、もしもしケリー、明日の日曜俺とデートしてくれだぜ。デート、まあ明日は何の予定もないけど。じゃあ行こうぜ行こうぜ、ケリーが喜ぶデートプランを考えてあるんだぜ。私が喜ぶデートプラン、じゃあデートしてあげてもいいよ。やったやった、じゃあ明日の10時迎えに行くから待っててくれたぜ。オッケー、なんだろう、私が喜ぶデートプランって楽しみになってきた。明日のデートの作戦、まずはケリーの大好きなゲーセンに行くぜ。わーわー、ゲーセンだ、かわいい洋服がいっぱい。今日はドレスだけじゃなくて普通の洋服もあるんだ。私これ彼氏に全部撮ってもらうのが夢なんだよね。任せるだぜ、ケリーのためなら何円でもやるぜ。よし行くぜ。まずは可愛い洋服を撮るためにこのドレスを撮ってあげるぜ。ドレスは何着あっても嬉しいからぜひ。こんなもんちょろいちょろいだぜ。ヘイ、お待ち。ありがとう、シャック。じゃあ次は新しい夏服が欲しいな。オッケーだぜ、あそこのスカートを狙うぜ。あれ、これはスカートと一緒に何かも一緒についてるぜ。ゲットだぜ。ありがとう、早速着替えてくる。ああ、きっとあの服を着たケリーは可愛いんだろうな。お待たせ、じゃじゃーん、どう？おー、いつもよりも大人っぽくてめちゃくちゃ可愛いね。チャックのおかげだよ、ありがとう。うんうん、ゲーセンデートは絶対喜んでもらえるぜ。そして次はその可愛い洋服を着たケリーと。ねえ、次はどこに行くの？それはついてからのお楽しみだぜ。わー、遊園地？今度はここで遊ぶの？もちろんジェットコースターも乗るぜ。でも今日はここでチョコレートの博覧会が開かれるらしいぜ。遊園地にチョコレート博覧会？やっほー、私の大好きなものばっかり。さあケリー、ここだぜここ。うわー、ケリーの大好きなチョコがいっぱい。このチョコレート博覧会では誰も試食 OK ですよ。ほんとですか？じゃあどれにしようかな。決めた、チャック、チョコボール一緒に食べよう。俺はいいからその分ケリーが食べるだぜ。それじゃあお言葉に甘えて。ああ、想像しただけで幸せだぜ。明日のデートが超楽しみだぜ。ん？また電話？チャックかな？もしもし？もしもし、ケリー？マイケルだ。実は明日の BKA コンサートのチケットが2枚当たったんだ。しかも今回当たったのはなんとメンバーと写真が撮れる特典付きの最前列チケットだ。そんなレアな豪華チケットが当たるなんて。ケリー、一緒に行こう。行く行く行くに決まってる。ってちょっと待って、明日？たった今チャックと遊ぶ約束したばっかりなんだ。どうしよう。何を悩むんだ、チャックとは明日じゃなくてもいつでも遊べるだろう。だけどこんなチケットは一生手に入らないかもしれないんだぞ。そうだよね。でも私がデートを OK した時のチャックの嬉しそうな声、断ったらどれだけがっかりするだろう。でも BKA のレアチケット、チャックには悪いけど嘘をつくしかないよね。 OK マイケル、そのコンサート行くよ。よし、それじゃあ明日楽しみにしてるぞ。ごめんチャック、せっかくデート考えてくれたのに嘘をついて BKA と写真を撮りに行く私を許して。あ、もしもしチャック、ごめん、今朝から高い熱が出て今日デートできなくなったの。大丈夫かだぜ。
そんなことならデートなんかまたでいいぜ。それよりケリーの具合の方が心配だから、俺がおんぶして病院に連れてくぜ。いやいやいいよ、ママが連れてってくれるから。うつってもいけないし、今日は会わない方がいいと思うんだよね。ごめん、チャック。そっか、わかったぜ。早く治して元気になってくれたぜ。ほんとごめんね、チャック。はあ、嘘なんてついて両親が痛む。でもリーちゃん、スーさん、もうすぐ行くから待ってて。ごめん、お待たせ。遅いぞケリー、準備はバッチリだな。今日のコンサートは何歌ってくれるんだろうね。あれあれ、ケリーちゃんとマイケル王子じゃん。二人ともあんな格好ってことは、さては BKA のコンサートだな。二人ともすっかり仲良しになっちゃって。次の方どうぞ。いよいよ私たちの番だよ、マイケル。いつも BKA のコンサートに来てくれてありがとう。いえ、いつ見てもやっぱり BKA は天使みたいに可愛いな。はい、それじゃあ写真撮影いきますよ。はい、チーズ。ありがとう、また会いに来てね。あんなにアイドルと話せることはなかなかないもんな。あら、マヤちゃん見て、あそこにいるのはケリーだわ。マイケルと仲良くデート中。邪魔しちゃいけないし、話しかけるのはやめておきましょうね。ええ、そうしましょう。昨日はほんと楽しかった。ケリー、具合は良くなったのかだぜ。俺は心配で心配で夜も眠れなかったぜ。でも元気な姿を見て安心したぜ。チャック。思ったより早く良くなったからよかった。昨日は本当にごめんね。ケリーが元気になったならそれが一番だぜ。あ、ケリーちゃんにチャックくん、おはよう。昨日ケリーちゃん BKA のコンサート行ってたでしょ。え、僕たまたま見ちゃったんだよね。オタクファッションでマイケルと楽しそうにどっか行くところ。あ、リーくん、それ誰かと見間違えたんじゃ。そんなことないよ、あの格好が面白くて僕つい写メ撮っちゃったんだもん。ほら、後ろ姿だけど間違いなくケリーちゃんとマイケル王子でしょ。ちょっとリーくん、みんなおはよう。見たわよ。二人きりでとっても楽しそうに話してたから、邪魔しちゃいけないかなって思って声はかけなかったけどね。エマにまで見られてたなんて。ケリー、俺には熱って言ってたのに、マイケルとデートかだぜ。ごめん、チャック。ちょっと、いろいろあって。チャックのことだからきっと許してくれるよね。俺はどんなケリーでも大好きだぜ。俺とのデートより BKA のコンサートに行きたかったなら正直に言ってくれれば喜んで行かせてあげたぜ。だけど嘘をついたケリーは、ケリーなんか大嫌いだぜ。チャック、なんか僕たち悪いこと言っちゃったかな。何か変なこと言ったかしら。エマたちは何も悪くないよ。悪いのは全部嘘をついた私なの。私、チャックに嫌われちゃった。今までどんなことをしても嫌いなんて言われたことないのに。ケリー、ねえねえ、ケリーちゃんもチャックくんも昨日も今日も休んでるけどどうしたんだろう。二人は今喧嘩してるんだよ。僕が余計なこと言っちゃったから。あの二人がなんで喧嘩？それが、チャックくんに嘘をついてマイケル王子とデートしてた？でもそれは 100% ケリーが悪いと思うわ。大嫌いって言われても仕方ないわ。確かに嘘つかれてマイケルくんとデートはさすがのチャックくんも傷ついちゃうよね。でもケリーちゃんも反省してるんでしょ？このままだとかわいそうだよ。これは僕たちが仲直りさせるしかないね。チャッキー、いい加減にするぞ。いつまでそうやって泣いてるぞ。マスカ、おい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 、もう机がチャッキーの涙でいっぱいざます。はーい。あら、あなたたち
はチャッキーのお友達ざますね。あのチャックくんを呼んできてくれますか？それがあの子泣いてばかりで、一応呼んでみるざます。なんだゼリーくん。チャックくん、ほらマイケルくん。なんでお前がいるんだぜ。お前の顔を見るとまた思い出して泣けてくるぜ。お前との約束があるのを知っていて、ケリーを誘ったのは俺だ。ケリーはお前とのデートに行くかコンサートに行くかすっごく悩んでたけど、俺が強引に誘ったんだ。それにコンサートに行ってる間も、いつもは 100% 楽しんでるケリーが時々浮かない顔をしてた。あれはお前のことを考えてたんだと思うぞ。そうだよ、可愛い女のちっちゃい嘘嫌いで、いつまでメソメソしてるんだい。お前はそんな男らしくないやつだったかい。いつの間にこの人が。お前のケリーを好きな気持ちはこんなことで揺らぐのかい？いや。大好きなケリーのちょっとした嘘ぐらい許してあげな。そうだ、そうだったぜ。たった一度の嘘も許せれないなんて、俺はなんて小さい男だったんだぜ。ケリーごめんだぜ。これで一件落着。なんだこの人、いつから話を聞いてたんだ。ケリー、ケリー。はーい。チャック、ごめん。私チャックに合わせる顔ないよ。本当にごめん。ごめんは俺だぜ。大嫌いなんて言って本当に悪かったぜ。そう言われても仕方ないよ。だって私嘘ついてコンサート行ってたんだもん。これからはもう嘘はなしだぜ。そしてまた元通りケリーと仲良くしたいぜ。本当？私のことを許してくれるの？当たり前だぜ、大好きなケリー。これからは絶対嘘はなしだぜ。うん、仲直りできてよかった。ケリー、チャック、おめでとう。いや、ラブラブカップル。なにみんなして。別に私たちはそんなんじゃないから。ふーん。ケリー、今度の日曜こそ絶対俺とデートに行くぜ。うん、二人が仲直りできてよかったなって思ったら、評価をぜひ。チャンネル登録もお願いします。今日の質問、みんなも私みたいに嘘ついてしまったことってある？コメント欄で教えてね。また次の動画でね。バイバーイ。